いろんなことの最終的な打ち合わせ、今はもう建築家も、実績をしてくれる建築家も決まりまして、まあ、東京の建築家なんですけれども、それも含めて、県で総合的なプロジェクトの最終的な見直し決定をしました。でもこれで進むと思います。完成の予定は2024年、ちょっとお待ちいただきたいの春です。そして大阪万博の1年前です。本当ですね、関西が暑いですね。日本に来るそういう海外の人もぜひサンダルに立ち寄っていただきたい。でサンダルどんだけ、魅力的な自然に恵まれた街であるかということをお見せできればと思います。ですね、その2024年の時にはもう海外と日本を行き来できるような状態になっていただくんですね。でもこの地球の辺りを案内してくれるサンダリーノ、これからますます活躍していきますが、そのサンダリーノのテーマソングができるとお聞きしましたが、一応できました、ね、サンダの皆様方にはぜひ、サンダ少年少女合唱団の元気な声でサンダリーノを歌っていただきたいと思っておりまして、2月5日来年の2月、ここサトルネホールのサトルネの大ホールで一応待っております。来年の2月5日に里の根ホール大ホールでサンダリーノ